大丈夫ですか。国立遺伝学研究所の有田と申します。DDBJ データベースを用いた配列の検索と解析というテーマで話をさせていただきます。で、皆さん途中で質問とかあれば止めていただいても構いませんので、結構静かに聞かれているみたいですけれども、何か質問等あれば遠慮なく手を挙げてください。で、僕自身はもともとバイオインフォマティクスをずっと学生の頃からやっていて、もかれこれ20年ぐらいやってるんですけれども、数年前から三島の遺伝学研究所に移って DDBJ というデータベースのスタッフとしても仕事をしています。この DDBJ というのは皆さんどこかで聞かれたことあるかと思うんですけれども、普通 DNA の配列のデータベースというとジェンバンクというものが一番有名です。これは米国の NCBI がリリースして、公開している。あ、声を聞く。こっち、あ、ごめんなさい、オフになってた。すいません。聞こえます？後ろ大丈夫ですか？ジェンバンクというのは、NCBI の方が公開しているデータベースで、一番、古いこともありますし、一番有名なんですけれども、DDBJ はそのジェンバンク、それからヨーロッパは、僕ら昔エンブルと言ってたんですけれども、エンブル、ヨーロピアンモレキュラーバイオロジーラボラトリーというところが、バイオインフォマティクス部門を独立させて、今は EBI、ヨーロピアンバイオインフォマティクスインスティテュートという EBI という施設を作り、エンブル EBI という呼び方を まとめてしています。そのエンブル EBI が持っている DNA のデータベースのことを、もともとその研究機関の名前そのままデータベースとして使っていて、僕らはエンブルっていう言い方に呼び慣れているんですけれども、今すごく正確に言うと ENA という DNA の D を E に1文字変えた ENA というデータベースをエンブル EBI がリリースしていて、そのジェンバンクとエンブル EBI の ENA、 そして DDBJ の3極構造というのを保って今までやってきているわけです。で、この三極構造というのは何かと言いますと、ちょうど PDB と同じ PDB の、DNA 版のようなもので、およそ30年間データを交換しながら、シェアしながら、全世界ですね、全世界の配列情報というのを、ユニークに重複なく維持する試みというのを、運動というのをずっとやって、試みというのをずっと続けてきたわけです。で、ちょうどDDBJ が始まったのが1986年ですから、そして1987年から実際に稼働し始めたということもありまして、来年三島で DDBJ の30周年記念の、シンポジウムを開く予定です。もしも皆さん興味ありましたら、ぜひ参加していただけるとありがたいと思います。DDBJ が始まった30年前っていうのは、当然ですけれども、インターネットでウェブブラウザーもありませんでしたし、インターネットそのものはあったんですけれども、データのやり取りというのは、この三極構造の一番初めの方はフロッピーであるとか、後に CD-ROM といった、そういった普通のハードウェアの媒体というのをそのまま郵便で送ってですね、交換していたんです。それが今ではもう自動的にインターネット越しに交換できるようになってきましたけれども、それでも毎年毎年リリースっていって、そのデータの三極のどこでも配列はデポジットできますから、それらを3つの機関の間ですり合わせて、でユニークな ID を振ってっていう作業っていうのはかなり大変なものです。で、今話した通り、ジェンバンクとか DDBJ のデータっていうのは皆さんが投稿するものなんです。我々が、一生懸命例えば、精査してどこからか拾ってきて入れるっていうものではなくて、基本的にユーザーからサブミッションされるものをチェックして、それをそのまま登録します。で、つまり一つ一つのレコードには誰がいつ登録したかということが書いてありますし、その時にどのジャーナルに載るかということも記載してもらいます。で、実は、ジャーナル、ほとんどのその分子生物学等のジャーナルというのは DDBJ やジェンバンクに配列が登録されて、その登録された配列のID 番号ですね、アクセッション番号っていうんですけれども、そのアクセッション番号を取得して初めて論文が掲載されるというコンディションを、出版社の方が持っています。出版社の方で出しています。これは非常に初期に頭のいい人が考えた仕組みなんですけれども、一番初めはですね、この DDBJ もジェンバンクもですね、データは手入力だったです。
そのデータベースを作る側が出版された論文を見て一生懸命その論文の中に書かれている配列を手で打ち込んでいたんですよ。それが一番初め の, あのデータベースの、姿なんです。ところが、まあ、どんどん発表される配列が増えてくるにつれ、それでは追いつかない。それに、その配列の特許化という問題も生じたわけです。じゃあその配列の特許が取られちゃったらどうするのかっていうこと。今も特許の問題って揉めてるところあると思いますけれども、これは DDBJ とかジェンバークが始まった時もその問題ずっと言われていたんです。で、その時に配列というのはみんながシェアしないといけない。なんでまずシェアしないといけないかというと、自分が発見した配列が新しいものかどうかがわからないんですよ。検索できないと。データベースの中にあって、それが検索できて類似性とかがすぐに出てこないと、自分が新しい遺伝子だと思っていたけれども、実は本当によく似ているものが別のスピーシーズにありましたとか、すでに報告されましたってことがあり得るわけです。ですからまず、その同一性または類似性のチェックのためには、世界で共通のデータベースが絶対に必要だったという状況でした。で、その上にさらに、誰かが例えば今でも配列、自分が読んだ配列っていうのを隠し持っていて投稿しないで持つってことはもちろん可能なんですけれども、投稿したのにもかかわらず隠されているとチェックができませんよね。例えば本当に新規なのか、本当にその機能を持っているのか、再現性が保たれないわけです。ですからみんなに公開するのであれば、配列は必ずみんなが利用できる形にしてくださいっていう状況から、まあ、シェアをするということが、まあ、アイデアが出てきたわけです。でそこで、まあ、当時からニュークレックアシッドリサーチとかいくつか今も皆さんが読むジャーナルはあったんですけれども、そういったジャーナルの、まあ、エディター編集部と、当時のデータベースを作っていた構築チームというのがうまく連絡を取ってですね、でジャーナルの方に、DDBJ やジェンバンクに登録しないで書いている論文というのはアクセプトしないでくださいというふうにリクエストをして、でその登録されて初めて ID アクセション番号をもらって初めてパブリッシュできるっていう仕組みを初めて導入したのがニュークリックアシズリサーチ。今 NAR、NAR って言ってるジャーナルなんです。ですからまあ NAR っていうのはその後も例えばオープンアクセスの形に踏み込んだり、かなり新しいアイデアをどんどん取り入れる雑誌なんですけれども、かなり昔からそういう意味ではデータベースに非常に近くですね、この三極構造をサポートする原動力になってくれたジャーナルでもあります。でこの公開する登録した配列っていうのはもちろん公開するわけですけども、シェアするわけですから、これと特許とは全然別になります。もちろん特許化される配列というのも登録はされますけれども、エンバーゴがちゃんとありまして、例えば特許の公開日まではその配列は伏せておくということを行っております。そして皆さんが配列を登録するときにもちろん気をつけなきゃいけないのは、特許を取りたい場合はその事前に特許を取っておくという作業も必要になります。で最近また特に日本の中では個人情報保護法というのが改正されまして、大きな動きがありました。あまりまあ日常生活でその動き、大きな違いというのを感じることはないかと思いますけれども、実はゲノムの情報、配列情報というのは個人を特定できる能力があるとされて個人情報扱いになりました。ですからもしも誰か特に医学系の方は注意してもらいたいんですけれども、患者さん の配列を読ん でそれを DDBJ に登録しようというときには、その患者さんとあなたの個人情報を公共のデータベースに登録して公開していいかどうかということをきちんとインフォームドコンセントで了解を取っておかないといけません。そして DDBJ の側でもそのような、まあ、個人情報とみなされる情報に関して、例えば、まあ、家族性の疾患であるとか非常にレアな病気の場合というのは、そのゲノムから個人が特定できる可能性が非常に高くなるわけです。で、そのような場合に対応するために、個人ゲノム専用のデータベース、JGA というんですけども、ジャパニーズゲノタイプフェノタイプアーカイブというのも作成して、基本的にこの JGA というのは誰でもアクセスできるものではなく、登録制の形で公開をしております。もちろん、そうですね、誰でも見えるのと一部の人に見えるのでも同じ公開ではあるんですけども、公開データベースはあるんですけども、一応アクセスできる人をきちんと審査をして、どの人が見ているかということを把握するということを行っております。で、この個人情報保護法に関しては、厚生労働省の方からゲノム情報が、まあ、個人情報に当たるのかどうかといったその、
細かいルールとかどこから個人情報なのかといったガイドラインというのが出てますので、資料の方をウェブにアップロードしたこの青いリンクのところからクリックしてたどれますけれども、 Google で個人情報保護法と厚生労働省って打ってもらったらすぐにページに行き着くので、ぜひ見てみてください。それから僕自身は日本バイオインフォマティクス学会という学会の理事もやってるんですけれども、バイオインフォマティクス学会としてはこのゲノム情報が全部個人情報というのはちょっと困るんです。やっぱりたくさん情報が使えて、そこからデータマイニングをするとか解析をできて初めてバイオインフォマティクスであるとかこれからの生命科学が成り立つと考えているので、ヒトゲノムを全て個人情報と言われてしまうと非常に不便なんですね。それからヒトゲノムの中にも個人を特定できる部分はもちろん含まれていますけれども、それだけでは個人特定できない部分もたくさんあるわけです。だからそこの区分けというのをきちんと考えた形で個人情報保護法を、今後も改正見直していってもらいたいと学会の立場としては考えています。じゃあこのように、いろいろデータベースがあるわけですけれども、 DDBJ が持っているデータベースの統計情報、どれぐらいDNA が蓄積されているのかとか、あとは次世代シーケンサーのアーカイブとかもあるんですけども、次世代シーケンサーのデータがどれぐらいあるのかっていうデータをどこに行けば見られるかというと、皆さんウェブにアクセスできる状態だと思うので、まず DDBJ という4文字打っていただいて検索をしていただいて、で DDBJ のトップページが出てくると思いますけれども、そのトップページのこの、バーのところですね、ペンはどうやって書くの、ここですね、DDBJ の上の、メニューバーのところでレポート統計というところをクリックしてみてください。そうするとレポート統計というところに毎年出している統計情報がリンクがたくさん出てくると思います。そのリンクをどこかクリックしてもらうと、だいたいどれぐらいの塩基数が登録されているのか、でここにあるような画像が出てくると思います。よく皆さんがこれから論文書かれる方もいらっしゃると思うんですけれども、あと学会等でプレゼンされる方いらっしゃると思うんですけれども、だいたい前置きにですね、次世代シーケンサーがどれぐらい使われているかとか、今 DNA の配列がどんな速度で溜まっているのかっていうことを前置きに使われる方多いと思うんです。そういう場合に、ぜひこの DDBJ で公開している画像と、利用してください。ライセンスはすべて CC BY という、特に断りなく自由に配布できる、コピーして使っていいという条件で出していますので、その画像が DDBJ から取得って、どこか端っこに隅っこにちょこっと書いてあればですね、どこのプレゼンテーションや論文でも自由に使っていただいて構いませんのでお願いします。でそれと同時に DDBJ の中で登録されている生物種のリストというのも出ていまして、でこのランキング見てみると、当たり前なんですけれども、トップには人、ホモサピエンスが来ます。でその次にマウス、実験用の普通のマウスとかラットが来るんですけれども、結構下の方は僕としては意外なんですけれども、牛が来たりトウモロコシが来たりします。で基礎研究やってる立場からすると、植物だったらモデル植物だとアラビドプシスだとか、あと日本だと稲を読んでいたりして、稲とかが結構上に来るのかなと思うんですけれども、配列、塩基の配列の数という観点からすると、実は G メイズっていうこの5位に入ってくるトウモロコシが植物の中では上に来るとか、この5位の次にあるサススクロファっていうのは、これは豚ですね、イノシシ系の動物が来ていて、あんまり豚ゲノムとか聞かないのになっていうようなことは、あります。こういう登録される生物種などの情報もぜひですねアクセスして見てもらうと、いろいろ発見があると思うので、見てご覧になってください。で今日の参加者名簿からすると皆さん実はあまり配列解析というよりはタンパク質の構造の方に興味を持たれている方が多そうなんですけれども、 DDBJ は配列のデータベースなんで、少し DNA 配列の話をさせてください。今の時代はですね、ほとんどのデータが次世代シーケンサーと呼ばれるもので出てきます。で次世代シーケンサー、皆さん大まかなことはご存知かと思うんですけれども、基本的には長いゲノムを非常に細かい断片に切ってしまって、で典型的な例は長さが100ぐらいのリード、イルミナーのシーケンサーなんかは長さが100ぐらいのリードをたくさん読んで、それをつなげていってアセンブルをするというプロセスになります。
ですからそのシーケンサーが読んだ元データ生データというのは、まあ、100長さが100とか150とかの断片なわけです。その断片のデータというのはアセンブラーにかけて長くしてコンティグを作り、それからそのコンティグの間をまたギャップフィリングっていって埋めていけばゲノムのデータにつながることもありますけれども、まあ、往々にして完全なゲノムにはつながり至らないですし、それから目的によってはフルゲノムをリコンストラクトしなくてもいいという場合はあるんですね。遺伝子の部分だけ知っておけばいいと。そういう場合のためには、完全にそのゲノムの状態まで戻さなくてもいいですし、アセンブラーによってそのアセンブルの相性、ゲノムとの相性というものがあるんです。そういったことから、まず生のリードを全部データベースに格納してもらって、それらの生のリードを、まあ、ユーザーの人が自分でアセンブルできるようにという、方針で、データベースを用意しています。で、それシークエンスリードアーカイブといって SRA と我々言っているんですけども、実は、今デポジットされるデータの量はこの SRA の方が圧倒的に多くて、まあ、ペタスケールのデータが、まあ、すでに蓄積されています。で、この SRA も三極構造の、まあ、各研究機関の間でシェアして、海外で登録された SRA も日本に持ってきて検索できるようにってしているんですけれども、まあ、実は登録されるデータ量があまりに多くてですね、海外から取ってきて回答するその時間が登録に追いつかないぐらいのペースで現在増え続けている状況です。ただ、まあ、もちろん使える配列の量もものすごく多いので、ぜひあの次世代シーケンサーに関わっている方は SRA のアーカイブも見ていただきたいんですけれども、この DDBJ とそれからその SRA の一番大きな違いは何かというと、 DDBJ の方はアノテートされていると、何かしらの機能がちゃんとついているということです。そして発表される論文であるとか、その誰がデポジットしたかという情報も詳細にアノテートしてあるというところが一番の違いです。この SRA の方は、特に論文を書かなくても大きいゲノムプロジェクト等でたくさん次世代シーケンサーを回したらそのリードが格納されていて、でそのリードをまあどう料理するかこれから考えるといったものがたくさん入っています。ですから実はもしかするとコンタミネーションとか、まあ、ゴミが入ってしまっているようなデータもあり得るというのがこの SRA の状況です。で、ここからまあ少しタンパク質っぽい話に移っていくんですけれども、今日はあの演者の先生たちに、まあ、グロビンを使いましょうと、あの一人一人の先生が全然バラバラのテーマで話をしてしまうといろんなタンパクの名前が出てしまうので、まあ、グロビンをしましょう、グロビンにしましょうということで、僕もグロビンに合わせています。で、先ほども少し説明ありましたけれども、このグロビンっていうのは、まあ、立体構造が分かった一番初めのタンパク質です。1959年に、これが発表した年かな、発表した年が59年か、もしかしたらすべてノーベル賞を取った年が59年だったような気もしてきましたけれども、ペルーツとケンドリューがこの結晶解析で立体構造をあの明らかにしたことによってノーベル賞を取っている、というタンパク質です。で、よくヘモグロビンとミオグロビンという名前を聞くと思いますけれども、ヘモグロビンというのが、まあ、血液の中で酸素を運搬しているタンパク質、先ほども話が、ありました。で、今ここに出している構造はヘモグロビンではなくて実はミオグロビンの方です。ミオグロビンというのはミオって筋肉って意味ですから、筋肉の中でタンパク質を、まあ、保持しているもので、4両体ではなくて1両体モノマーとして働きます。で、この絵で言うとここにはまっている緑色の部分がヘムなんですけれども、このミオグロビンのこの形をあのグロビンフォルドと、我々は普通言うわけです。ヘモグロビンというのは、このミオグロビンと同じグロビンフォルドを持ったものが4つ集まって、4両体を作ってヘモグロビンの構造を作ると。で、そのフォルドというのを、まあ、絵で表してみると、あの一番皆さんから見ると左側ですけども、一番左側の方にあるあのリボン表示の絵になるわけですけれども、このリボン表示の絵よく見てみると、この辺ですね、ここにもうあの縦になってないから分かりづらいですけれども、ちゃんとヘリックスがあって、その手前から奥に向かってヘリックスが伸びていて、合計8本のヘリックスがあります。一番手前にそのオレンジと黄色のヘリックスがあって、
そしてその黄色のオレンジと黄色のヘリックスの下の方を見てみると裏側に緑色のヘリックスが2本ありますよね。でその緑色のヘリックスから今赤いマーカーでくくったその水色のヘリックス2本っていうのを返して、それから青いヘリックスが間に入るかのようにこう上に行っていると、まあ、合計8本のヘリックス構造を取っているのがこのグロビンフォルトというものです。8本のアルファヘリックスを持ちます。で、これこの絵は PDB から撮らせてもらったんですけれども、先ほどのミオグロビンが一両体の形でこの形だとすると、ヘモグロビンっていうのはそれが4つつながった形になっていて4両体で、この4両体のうちちょっとピンクっぽく書いてあるのと、それから少し紫色っぽく青っぽく書いてあるのがありますけども、これがそれぞれグロビンのアルファチェーンとベータチェーンと言われるものなわけです。この辺の話はもう皆さん教科書レベルといえば教科書レベルな、ご存知ですか？グロビンのこととか初めて知ったっていう人います？少しはいらっしゃるんです。じゃあちょっともう少し詳しく話すと、かなり昔から研究されているタンパク質 で50年代になんで、まあ、ミオグロビン、ヘモグロビンが一番初めのタンパク質立体構造なのかというと、まあ、これ僕の推測も入っているんですけども、おそらくグロビンってちゃんと結晶を作ってですね、解析しやすいタンパク質だったんですよ。結晶を作ること自体はもう100年ぐらい前から知られていて、でしかもミオグロビンっていうのはクジラのミオグロビンとってるんです。で1950年代まではですね、アメリカとかヨーロッパでも捕鯨たくさんやっていて、でその頃までは結構な産業用の油として鯨油を使っているんですね。だから多分クジラからの 血であるとかクジラのマテリアルっていうのは今よりもずっと手に入りやすい時代だったと思うんです。でそれがあって、まあ、クジラの筋肉の中にあるミオグロビンを使っているんですけども、なんでクジラの筋肉の中を見に行ったかというと、クジラとかは、まあ、ずっと泳ぎ続けるためにものすごくその筋力を使えますよね。その割に海の中にいる哺乳類ですから10分とか泳ぎ続けるわけじゃないですか。だから呼吸1回して10分間泳げるっていうぐらいの、しかもその筋肉を動かしながら10分保てるだけの酸素を体の中に蓄えている仕組みは何なのかっていうのを昔からみんな考えていて、でその秘密を探るためにまあミオグロビン、筋肉の中で酸素を蓄えておくミオグロビンの構造を知りたかったわけです。あと人間はもちろん、どうしてその肺で吸った酸素がそのちょうどその体の末梢血管のところで酸素をリリースできるのかっていうのは昔から研究されていましたから、ヘモグロビンも見てみたら、まあ、グロビンフォルトとしてはほとんど同じであったというわけです。でここから実習になるんですけれども、このヘモグロビンの配列っていうのを、まあ、ぜひその DDBJ の中で検索してみてください。 DDBJ のトップページ行きますと、先ほど話をした登録、非常に重要なファンクションである配列の登録のアイコンが一番左、皆さんから見たら左に並んでるわけですけども、その次にこの検索解析というアイコンがありますから、この検索解析のところをクリックしてみてください。そうすると、まあ、検索ツールとしていくつか出てきます。でその中で、一番上にあるのは Get Entry っていうアクセッション番号を入力して配列を見つけるというものなんですけども、皆さんの今手元にはアクセッション番号がありません。単にヘモグロビンを探したいということなので、その Get Entry ではなくて ARSA っていう ARSA ARSA っていう、検索ツールをクリックしてもらえますか。これはちょっと待ってくださいね。そうするとアルサをクリックしてもらうと、この画面、うわ、サイズが違う、すごいな。こんな感じの画面が出てくると思います。で、ここのクイックサーチっていうところに、まあ、ヘモグロビンとか入れてもらえばいいんですけれども、ここで注意をしなきゃいけないのは、ヘモグロビンの場合は、2通りスペリングがあるということです。ちょっと、
PDBJ みたいにうまくうちは対応できてないんですけども、ヘモって書くときにハエモ、HAEMO グロビンってユーザーの人が書いている場合と、それから、普通にヘモ、HEMO をグロビンって書いている場合と、二通りあるんですよ。で、まあ、本当は二通り両方検索しなきゃいけないんですけども、まずは一番初めはヘモグロビンという形で入力をしてみてください。で、ヘモグロビンだけで入力してサーチボタンを押したら、もう何万件もヒットします。それぐらい多く、配列が登録されているということです。で、その検索をこれから絞り込んでいくわけですけれども、それを実習としてやっていきましょう。字がちっちゃいですね。どうすれば。今ヘモグロビンといって入れて、まあ、入力しましたけれども、下の方を見てみると、4万エントリーですか。それぐらい出てくるわけです。皆さん、ちょっと手元でやってみてください。そうすると、まあ、明らかに一番上の方に出てくるのが、スードテラノーバーとか、マルチプレックスイミューノアッセイとか、今探そうと思っている人のヘモグロビンの配列とは全然違うものが出てくるわけです。で、まあ、一番簡単に思いつくのは、まあ、サーチフィールドのところをもう少し、絞り込みましょうということで、このサーチコンディションのところをクリックしてもらうと、先ほどの入力内容が出てきますから、ここでヒューマンというのを、または、まあ、サピエンス、ホモサピエンスのサピエンスでいいですけど、サピエンスとか足してもらうわけです。それで絞り込んでいっても、なかなかですね、数が減っていかないというのを実感してもらいたいと思います。普通にキーワードを2つ3つ並べるぐらいだと、とてもとても目で見られる数、例えば数十とかまで絞り込むのはできないぐらいたくさん登録されているわけです。そこでじゃあどれぐらい、まあ、効率よく絞り込むかっていうところを皆さんに覚えていただきたいんですけれども、このアルサというのは DDBJ の検索エンジンで、非常にその DDBJ のエントリー数を外観する、その概要を把握するのに便利なように作ってあるんですけども、このファセットっていうのを開いてみてください。そうすると、今登録してある、まあ、何万っていうエントリーの中に、どの生物種のエントリーが多いのかっていうことが出てきます。トップがホモサピエンスですね。で、まあ、ここのホモサピエンスのヘモグロビンの、データをこれから探そうとしてるわけです。で、1万7000あるから、まあ、ホモサピエンスとヘモグロビンっていうのを打っただけでは、候補はまだ1万7000あるんだなっていうことがわかります。それから、ホモサピエンス以外のどういうものが入っているのか、ということもここのオーガニズムファセットっていうところを見てもらえば分かります。さまざまな生物種が入っているわけです。だからまあここで考えるべきことは、まずは人に絞り込もうと。それからヘモグロビンの配列としてアルファチェーンをこれから探そうと思ったら、アルファチェーンと入力しなきゃいけないよねっていうことで、サーチコンディションをもう一回見直すわけです。単にヒューマンと書くと他のわけのわからん生物も入ってきてしまうので。ここでホモサピエンスに絞り込もうというわけです。ただ単にホモサピエンスと書いてしまうと、ホモとサピエンスっていうバラバラの言葉を入れたのと同じ効果になってしまいますよね。だからホモサピエンス、間にスペース入ってますけれども、ホモサピエンスっていうを、まあ、2ワードを1つのフレーズとして入力したい。で、そういう時にはどうするかというと、まあ、基本的にはダブルクォーテーションで囲ってホモサピエンスって言って入力してもらえばいいんですけれども、それよりもう少し効率がいいのが、このアベイラブルフィールドっていうところをクリックしてみてください。そうすると、実はジェンバンク、または DDBJ のフォーマットの中には、人とかマウスとかそのスピーシーズを書くフィールドとか、あとはデータの、まあ、大まかな情報を示しているデファニションのフィールドとか、あとは登録した日付の情報であるとか、多さとか、いろんなフィールドがあるんです。そのフィールドも後で少し説明しますけれども、そのフィールドごとに設定する、その検索項目を設定することができます。ここでは今、ホモサピエンスにしたいなと思っているので、どこを変えればいいかというと、例えばこのオーガニズムというのですね。オーガニズムのところで、今は、まあ、サーチオールワーズになっているわけですけども、このオーガニズムのところで、サーチオールワーズって1個クリックしてみてください。そうするとちょうどここに候補がピュッとクイックサーチのフィールドのところに追加された部分があります。オーガニズムでホモ&サピエンス。こういうふうにフィールド名を
頭につけてコロンの後ろにカッコでくくってコンディションを書いてあげれば、そのフィールドの中でそのキーワードを探せという意味になるわけです。ですからここでホモサピエンスというところを残してもらうと。そうすると、単にその人に感染するバクテリアだけれど、それのグロビンライクなものであるとか、そういったエントリーが全部省かれて、本当にホモサピエンスの中でヘモグロビンと書いてあるものだけが検索されてくるというわけです。で、こういうふうにして少しずつ検索のワードを増やしていって目的の配列を絞り込んでいくわけです。で、これでサーチかけてみるとどれぐらい減るかというと、まあ、これでもまあ先ほどホモサピエンス1万7000もありましたから、やっぱり1万7000出てくるわけですけども、ここからまあヘモグロビンの例えばアルファチェーンとか、アルファとか言って、少しずつ数を減らしていくわけです。サーチをかけるたんびに数が減っていくのが分かると思います。先ほど1万7000だったのが今4000まで下がりました。で、これからじゃあどうやってサーチをかけていくかなんですけれども、そういう時にはこの下に出てきたリストをもう一回見てですね、何が余計なのか、何がいらないのかっていうのを探していきましょう。例えば、モレキュラータイプというのがありますね。モレキュラータイプのところで、我々がもしも、まあ皆さんタンパク質の立体構造に興味があるんだったら、DNA 配列はいらないんですよね。DNA 配列だとイントロンの情報まで入ってきてしまって、DNA からそのアミノ酸に翻訳するところがちょっと一手間かけないといけない。めんどくさい。だからもしもメッセンジャー RNA が登録されているんだったら、それの方が楽だろうと。イントロンが抜けてるだろうと。だからモレキュラータイプでメッセンジャー RNA だけにまず絞りましょうということが、まあ頭の中に浮かぶわけです。それからざーっとこう下の方に見ていくと、なんか気づくところはないかな。ほとんど DNA だから、まずモレキュラータイプをメッセンジャー RNA で絞るだけでもだいぶ数は減ってきそうですね。じゃあまあそこで減らしましょうか。そしたらどうやってそのメッセンジャー RNA に絞ればいいかというと、先ほどのこのサーチコンディションのところでアベイラブルフィールズのところをもう一回クリックしましょうと。そうするとモレキュラータイプっていうフィールドがありますから、今このサーチエニーモレキュラータイプってなっちゃってるところをクリックすると、上にまた追加でピュッと検索項目が検索ワードを追加することができました。今メッセンジャー RNA オア DNA になってましたけど、これをメッセンジャー RNA だけにすると。で、こういうふうにしてサーチをかける。そうすると、まだだいぶ減ってきましたけども、まあまだまだあるなっていう感じですよね。で、今こう上のトップ、一番トップに出てきているのはホモサピエンスのヘモグロビンのベータチェーンです。で、我々はアルファチェーンを探したかったんだけど、ベータチェーンが出てきているというところに、まあ、気づいたらベータをなくそうと思うわけです。そこで使えるのがこの not っていうキーワードで、これ結構便利なんですけども、 not の後ろにベータと書いてあげると、ベータを省いた言葉、ベータっていうエントリーを省くことができます。そうすると、今ホモサピエンスのヘモグロビンのアルファ1グロビンチェーンって、ちょうどやっとこのアルファ1のグロビンチェーンが出てきたので、ここを眺めてみましょう。そうするとデフォルトで出てくるのが、ジェンバンクフォーマットと、まあ言って、まあ僕はちょっとすいません、あまり遺伝経歴が長くないので DDBJ フォーマットで言わずジェンバンクフォーマットって言ってしまうんですけれども、このあれ、ごめんなさい、これじゃなくて、このフォーマットが出てくるわけです。で、このジェンバンクフォーマットっていうのはジェンバンクの発足時にできたフォーマットで、それから30年以上変わらないテキスト形式です。やっぱり何十年持つフォーマットっていうのは、実はまあ PDBJ の話でもありましたけれども、テキスト形式なんですね。で、 PDB の方はそのオリジナルの PDB フォーマットはもう廃止っていうこと、いろいろその文字の制約とか厳しい制約があって書くのがめんどくさいんで廃止っていうことですけれども、おそらく DDBJ やジェンバンクの方はこのジェンバンクフォーマットっていうのは今後もずっと続くと思います。特にその1行に何文字みたいな制約はないんですけれども、まあ、こういうタブ区切りに近いテキストの形で、
このフィールド名も昔から、まあ、少しずつ変わっていますけれども、ほとんど変わらない形で、今も使われています。で、上の方から見てもらうと、このデファニションというところが、そのデータの概要を示すもので、ホモサピエンスのヘモグロビンアルファ1グロビンチェーンってありますね。で、その下にアクセッションってありますけども、これがアクセッション番号です。で、その下にバージョンってありますけど、このバージョンっていうのは何を意味しているかっていうと、アクセッション番号っていうのは、この配列を登録されたときに出されるユニークな番号なんですけれども、もしもその時点のサブミッションに間違いがあったら修正してもらうんです、オーサーの人に。で、これオーサーの人しか修正させないんですけれども、オリジナルのオーサーしか修正させないんですけれども、修正するとこのバージョンの番号が上がっていきます。だからこのバージョン番号を見ることによって、まあ、修正されたかどうか、その修正の履歴も入るというわけです。そして、皆さんが、まあ、このジェンバンクのデータを見ていく中で重要なのが、まあ、ソース、重要なのがこのソース、どの生物種のものなのかということと、それからリファレンスの情報ですね。この配列はどの論文で、まあ、リファーされているか。で、この場合だったらまだアンパブリッシュという情報がここに書いてありますけども、下のところを見てもらうと、ジャーナルはサブミッティと。これ、おそらくサブミットしたとアクセプトもされていると思うんですけれども、登録された時点ではサブミッティッドということでこう書いてあるわけです。そしてその下の方に行くと、配列の情報が書いてあります。これメッセンジャー RNA を見ているので、データそのものというのは一番下にここの形で出てきているこの DNA 配列、まさにですね、RNA ですね、RNA の配列になるんですけれども、そのフィールドの上の説明の中に、ちゃんと、コーディングシーケンスの情報、アミノ酸にトランスレートするとどういうアミノ酸になるかということも書いてあります。で、この辺も、まあ、結構細かく決まっていて、登録する人にとってはちょっと手間かもしれませんけれども、ユーザーの人に逐一全部入力してもらっているわけです。そして、まあ、DDBJ の登録受付側は何しているかと言いますと、まあ、明らかなスペルミスであるとか、あとは、まあ、生物種の学名があまりにもなんか古い、その学名ってどんどん変わるんですけども、それが今は使われてない学名使っているよとか、そういう場合というのは修正をユーザーの、登録してくれる人にもう一回問い合わせを出して、そのやり取りをしながら、入れるという手続きになります。で、この後で、まあ、マルチプルアライメントとかも皆さん試してもらおうと思うので、皆さん手元の PC の上で、このアミノ酸配列のデータまで出せたらですね、ぜひこのアミノ酸配列をコピーして取っておいてください。ぜひ皆さん実習の形でこのトライしてもらいたいんですけれども、ちょっと待ってくださいね。先ほどのスライドにまた戻ります。実習としてはですね、このアルサの検索のキーワードをさまざまに変えることによって、人のヘモグロビンとそれからクジラのミオグロビンの配列っていうのを拾ってきてください。で、この人のヘモグロビンとクジラのミオグロビンの、まあ、アライメントをこれからやってみたいと思います。で、クジラというのは、まあ、いろんなクジラいますけれども、ここではハクジラ の、 スペルムウェールって英語で、鯨油が頭のところから取れるので、スペルムって精子のスパームですけど、スペルムウェールと言われているファイセタでクジラの名前で検索してもらうと、このファイセタカトドンのメッセンジャー RNA、ヘモグロビンの、ヘモグロビンじゃない、ミオグロビンのアルファチェーン出てきますから、このクジラのミオグロビンと、それから人のヘモグロビン、それぞれアルファチェーン、まあ、ベータチェーンも取れたらベータチェーン取ってもらってもいいんですけども、ぜひですね、今から検索して引っ張ってきてください。で、皆さんが頑張ってもらってる間に少し宣伝をしたいと思うんですけれども、もしもまあこういった作業に慣れていて自分はもうプログラムも書くよという人はですね、今ちょうど DDBJ のデータ解析チャレンジというのを開催しております。これは、まあ、これ配列解析なんですけれども、
今 DNA の配列で、あの DNA の修飾が流行ってますよね。メチルの修飾が入るとか、アセチルの修飾が入るとか、いろんなあの修飾の情報が出てきているんですけども、そういった修飾の情報と、それからクロマチンの関係を調べると、DNA の配列からクロマチン構造を予測してくださいという、ビッグデータの解析チャレンジというのを行っております。ちょうど7月6日から今月頭に始まって来月末まで行っているので、トライしてみてください。この解析チャレンジの詳細はですね、 DDBJ のトップページの左上のこのアイコンのところにあのチャレンジバナーがありますから、そこをクリックしてやってみてください。で、今先ほど皆さんにお見せしたのはジェンバンクフォーマットっていう30年以上続くテキストフォーマットなんですけれども、これから皆さんがそのアミノ酸配列のところだけ、例えばコピーってそのノートパッドでもメモ帳でも何かその他の、 あのテキスト編集ツールの中にコピーしてもらったらですね、これからマルチプルアライメントであるとかなんとかいろんなツールにかけるときに使うフォーマットは、先ほどのジェンバンクフォーマットではなくてファスタフォーマットっていうのを使ってもらいます。ファスタまたはファスト A フォーマットっていう言い方をするんですけども、これは非常にシンプルなフォーマットです。どんなフォーマットかっていうと、もうこんな感じで、一番上に1行その代償記号のあの鍵括弧を1個書いたら、その後ろにスペースを入れないで、なんか何でもいいから文字列を続けます。スペースとかリターンは押さないで1行だけ、例えばホモアンダースコアサピエンスアンダースコアヘモグロビンアンダースコアアルファって書いてますけど、こういうふうに、まあ、どんな文字でもいいんですけども、スペースは入れちゃダメです。スペースを入れずに、とにかく1行何でもいいから情報を書く。それがラベル行と言われる行です。そのラベル行の下にまた、配列をザーッと書くんですけども、この配列の方は、まあ、何行になってもいいんですけれども、とにかく文字列をつなげると。これだけのフォーマットが、ファスト A と言われるフォーマットです。で、このファスト A フォーマットって、なんでファスト A とかファスタと呼ぶのかっていうと、もともとファスタっていう配列検索のプログラムがあって、その検索プログラムの名前が、まあ、今考えるとずっと遅くて、あの、ファーストとは言えないんですけども、当時は早かったので、ファースト A って言われたんですよ。で、その検索プログラムが使ってた、あの、フォーマットが今でも、まあ、レガシーの形でずっと使われているというものです。で、このファースト A、ラベル行と配列、ラベル行と配列っていうのを、まあ、繰り返したものを、何かテキストツールか何かを使って、こう作ってもらうと、今度はこれをアップロードして、マルチプルアライメントにかけるとか、構造予測、二次構造予測に使うとか、いろんなツールにフィードすることができます。まずはこの配列を作ってもらうために、まあ、最低限2本ぐらい、あの、グロビンのチェーンの情報っていうのは皆さん手元の PC で、ジェンバンク、または DDBG の中から引っ張ってきてもらえますか。で、このジェンバンクフォーマットとかファスタフォーマットっていうのは、そのアルサの検索結果のところで実は選ぶことができて、普通にそのフラットファイル、検索結果のところで上のところフラットファイルっていうところを、まあ、デフォルトでチェック入ってますけど、選んでもらうとジェンバンクフォーマットになって、で XML フォーマットを選べば、そのジェンバンクのフィールドを全部 XML の形で書き下したフォーマットで出力してくれるし、ファスタっていうところを選んでもらうと、そのファスタ形式のフォーマットで配列だけ、今度はそのジェンバンクフォーマットのいろんなラベルとかフィールドを全部抜き去っちゃって、もう最後の配列の部分だけをファスタ形式で出してくれます。ところが、あの DDBJ またジェンバンクっていうのは DNA の配列データベースですから、ファスタ形式をここで選んでもらうと DNA のファスタ形式が出てきちゃうんですよ。で、今、まあ、検索演習してもらっ、あの演習で検索してもらってますけども、ジェンバンク形式の中のアミノ酸配列のところをコピーしてください。その方が、まあ、タンパク質の機能であるとか、まあ、関連の方に話をつなげやすいので、ちょっとめんどくさいですけども、まあ、こんな形のファイルを作ってみてください。できそうですか？結構時間かかりそうだっていう人います？話を先に進めて大丈夫でしょうか？で、まあ、できたと仮定して話を進めると、このファスタ形式で配列並べてもらったら、あとは、
マルチプルアライメントであるとか、そういったことっていうのはかなり簡単にできます。さまざまなウェブツールが用意されていて、で、DDBJ でもマルチプルアライメントっていうのは用意しているんですけども、クラスタル W っていう、まあ僕はちょっと古いなと思っているツールをサポートしているんですね。ですからここはちょっと DDBJ に申し訳ないんですけれども、エンブル EBI の方に行っていただいてですね、クラスタルオメガというもう少し新しいバージョンのマルチプルアライメントを試したいと思います。そのクラスタル W とかクラスタルオメガって初めて聞いたって人います？あ、じゃあ初めてなんですね。マルチプルアライメントで初めて聞いた人います？あ、いますね。じゃあマルチプルアライメントって何かっていうところから話をしますと、DNA の配列とかアミノ酸の配列がどれぐらい似ているかっていうのを測るためにはアライメントっていう作業を行います。一番簡単なのは2本の配列を上下にこう並べてみる。そうすると、ちょっと先の方のスライド見せますけど、例えばこのスライド見てみてください。これ実は、先ほど僕が出していたファスタ形式の4本の配列をマルチプルアライメントっていうツールにかけた結果なんですけれども、アミノ酸の配列が色分けされて縦に並べられています。で、ところどころこうハイフンが入っています。このハイフンが入っているところをギャップというんですけれども、そもそものアミノ酸の配列はそれぞれ長さが違いますよね。だけれども、長さが違うアミノ酸の配列を適当にこう間に隙間を入れることによって、うまく縦方向に同じアミノ酸が来るように並べてあげるとこうなりますよっていうのがアライメントなんですよ。例えば、長い配列と短い配列をアライメントすると、長さがそもそも不揃いだけれども、短い配列の間に1個ギャップを、1個スペースをバーンと入れてあげることによって、前半と後半が長い配列とバッチリマッチする可能性もありますよね。そのように、間にスペースを入れてもいいから、なるべくその同じアミノ酸、または同じ DNA が縦に揃うように並べてくださいっていうことをやってくれるツールがアライメントツールです。で、このアライメントっていうのは、分子進化の理論に基づいてプログラムが組まれていて、例えばここギャップ 1,2,3,4,5,6 個アミノ酸が欠けてるギャップがここに入ってますけれども、この6個のギャップというのが、例えば1個のギャップが6回入るよりは、この6個のギャップが1個入るときの方が、まあ確率としては起きやすいですよね。ギャップが入るっていうことは、何か例えば突然変異とかで DNA の配列に変異が生じて、で、そのアミノ酸が他のアミノ酸になるとか、ストップコドンのようになってしまって切れちゃうとか、なんかいろんなこう、結果によって、ここのアミノ酸配列が失われるっていうことを意味するわけですけれども、そういうイベントが起きる確率っていうのは、長いギャップが入っても、短いギャップが入っても、ギャップはギャップで、まあ、ほぼ1回分の変異で同じ効果が得られると考えられるじゃないですか。ですから、そのアライメントツールでは、まあ、長いギャップの方がもちろん起こりにくいっていう考え方はするんですけども、短いギャップが2個入って、うまく揃うのと、長いギャップを1個だけ入れてうまく揃うのとどっちがいいですかって言われたら、なるべくギャップの数は少なくして、で、それでいてなるべく縦方向にアミノ酸がきれいに揃うようにっていうふうにアルゴリズムが設計されているわけです。で、そのギャップが入った時にどれぐらいペナルティを与えるかとか、どのアミノ酸とどのアミノ酸が揃えばどれぐらいこうスコアを与えるかっていうのは、もちろん外からパラメータとして与えられて、そのパラメータが、まあ、入っているマトリックスのことを置換行列っていう、サブステティューションマトリックスっていうんですけども、その置換行列っていうのを外からもらって、まあ、アミノ酸配列なり DNA 配列をこうやってうまく並べてくれるのがアライメントツール。で、ヒトウマクジラの先ほどの、グロビンのアルファチェーンの比較をしてみると、ここにラベルがあるので見てもらいたいんですけれども、一番上から行くとファイセターというのがクジラ。で、その次がホモサピエンスのヘモグロビンのベータチェーン。その次がホモサピエンスヘモグロビンのアルファチェーン。一番下がエクウスっていうのは馬なんですけども、エクウスカバルス。馬の学名なんですけども、馬のヘモグロビンのアルファチェーンを比較してみると、一番下のこの4本のうち、下の2本がほとんど同じアミノ酸であることがわかりますよね。きれいに揃ってますよね。これはどういうことかというと、ヘモグロビンのアルファチェーンっていうのを比較してみると、人と馬が非常に似ていて、そしてヘモグロビンのアルファチェーンとベータチェーン、人の中にあるアルファチェーンとベータチェーンの違いよりも、人と馬の間のアルファチェーンの
類似度のが高いということを意味しているわけです。ベータチェーンになるとここにギャップが入らないですし、初めの方を見てみると、アミノ酸のアルファチェーンは MVLS っていうところまで一致しているところが、ベータだとその MVL じゃなくて H、ヒスジンが間に入っちゃったりしますよね。ヒスジンが入るとだいぶアミノ酸の性質としては他のアミノ酸とだいぶ変わった形取ってますから、ヒスジンっていうのは形も変わるんですけれども、こういうふうにアライメントすることによってタンパク質の類似度が分かるというわけです。でこの色分けもですね、ちゃんと意味があって、親水性とか、疎水性、またはまあ塩基性酸性っていういろんなパターンありますけれども、酸性塩基性中性のアミノ酸をまあそれぞれ色分けして、このように似た色であれば同じ性質を持つようになってます。で今ちょっと下の方切れちゃいますけれども、人と馬のアルファチェーンがとても似ている。このアライメントができると系統樹も自動的に書くツールがあるんですけども、系統樹を書かせてあげると人と、まあ、馬が一番近く、それからクジラが一番遠いという系統樹が出てくるというわけです。でこのアライメントを行うツールで、まあ、非常に有名なのがクラスタルっていうソフトウェアで、クラスタル W っていうのが一番初めだったんですけども、非常にたくさんの配列をかなり高速にアライメントできることから、まあ、世の中でどんどん普及していきました。もともとアライメントツールってたくさんいろんなツールが世の中にあって、まあ、みんなこう競争してたんですけれども、時代とともにだん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 こう選び抜かれていって、で最後に残ったのがクラスタル。また他にもいくつかいいものあるんですけども、よく使われるのがクラスタルです。でそのクラスタル W っていうのをアップデートして、エンブリー BI の方で今クラスタルオメガっていうのをリリースしているので、このクラスタル、これ O って書いてあるとオメガなんですけども、クラスタルの O って言って、Google 検索をかけてもらうとですね、この緑色のバナーが出ているエンブリー BI のページのクラスタルオメガっていうのがヒットすると思います。ちょっと僕も今やってみますね。クラスタルの O って Google で打って、まあ、リターン競争だけでクラスタルオメガが一番トップに出てくるので、こう言ってみましょう。そうすると、これがまあ、系統樹を作る Web ツールなんですけれども、マルチプルシークエンスアライメントって書いてあって、ここにデータを入力するスロットが出てきます。で、ここに先ほどのアミノ酸配列のファスタ形式っていうのを入れるんです。ちょっとまたスライドに戻って、アミノ酸の配列を取らせてもらいますけど、皆さんがまあ DDBJ 等にアクセスしてアミノ酸の配列であるとか DNA でもいいんですけども、配列をまあ入手したらですね、ちょっと水、また字が小さいかな。このようにファスタ形式にしてもらって、このクラスタルオメガのところにペーストしてみましょう。ここが例えばラベル行があって、下にアミノ酸配列を書いて、またラベル行があってアミノ酸配列っていうふうに書くだけですね。こういうファイルを用意してあげて、でこれまあファイルのアップロードもできますけれども、あとは基本的なデフォルトのパラメーターでいいので、サブミットっていうボタンを押してもらいます。そうすると先ほど出していたもう色付きのアライメントというのがもうできてしまうわけです。出てきました。これが、アライメントの結果です。でデフォルトだと色がつかないんですけれども、色をつけたいと思ったらこの Show Colors っていうタブを押してもらうと色がつく。でこの色がつかないバージョンは DDBJ でもクラスタル W っていうセクションからあるんですけれども、ちょっとこの色がつく方が僕自身は好きなので、エンブリー BI の方を使わせてもらいました。すいません。で、先ほどと全く同じ絵ですけれども、下のところにこのアスタリスクがついているところっていうのは、アミノ酸がきれいに揃っているところです。4種類きれいに揃っているところ。そしてコロン、点が2個あるところっていうのは大体揃っているところ。点が1個はまあもっと揃いが悪いけども、まあまあ揃っているところ。
で何も書いてないところが揃っていないところっていうふうに、なっています。ですからざっと見てこのアスタリスクがこのバッテンがいっぱい多ければアミノ酸がたくさん揃っているなということがこのマルチプルアライメントの結果から分かるわけです。でこのエンブルのサイトのいいところはここでそのファイロジェネティックツリーとかもパッと見られるところで、ここでファイロジェネティックツリーっていうタブを押してもらうとですね、今作ったアライメントの、まあ、系統関係っていうのは一発で出てくるわけです。で、このファイロジェネティックツリーで気をつけてもらいたいのは、今、長さを調整するとこんな形、配列の、あの長さで言うとこんな形なんですけども、これ便宜的に左から右に書いていて、なんとなく人間のイメージからすると一番左がその進化的に古いみたいな印象を持ってしまうかもしれませんけど、そうではありません。基本的には4本のアミノ酸の配列を比較しているだけですので、4本の配列の間の距離だけを表していると考えてください。ですからこの、図が表しているのは人と馬のアルファチェーンの距離が近くて、それに比べて一番上のファイセーターっていうクジラが長いよ、遠いよっていうことを表していて、ヘモグロビンのアルファチェーンというのがその祖先に近いみたいな、左側に近いから祖先に近いっていうのとは勘違いしないようにしてください。あくまでその表示の問題でこう並べ縦に並べているだけだということには注意しましょう。まあ、こういうふうにファイロジェネティックツリーまで一発で出てくるというツールがウェブ上にはあるわけです。で、これ皆さんがまあ集めた配列を眺めるのには非常に楽なんですけども、もしもこの中で例えば論文を書きたいと思う人がいた場合に、ここで出てきた図っていうのはそのままだと解像度が低いからっていう怒られて論文には載せられないんですよ。ですから論文に載せる場合には、まあ別のツール、うちのラボだったらメガっていうのをいつも使っているんですけれども、メガっていうソフトウェアを、まあただで使えるので、MEGA ですね、メガ。まあそれを使ってもらうとか、他にもいくつかツールはあると思います。そういったツールでマルチプルアライメントを作成すると、画像出力ができて、その画像の解像度も指定できるので、高解像度で出して論文に掲載ということになります。それから、まあ、アミノ酸の、まあ、配列のファスタ形式までできたらですね、あと他のツールを使って、アミノ酸の機能の予測なんかもできます。今、我々は、ヘモグロビンのアルファチェーンというのをわざわざ探して、アライメントしましたから、ヘモグロビンのアルファだってことが分かっているわけですけれども、もしも皆さんが全然知らない生物から新しいタンパク質を取ってきて、その機能を探したいと思ったら、まず何をやるかといったら、よく使われるのが、インタープロスキャンというソフトウェアです。インタープロスキャンというのは何かというと、これも歴史的な経緯を言うとですね、昔アミノ酸の配列が与えられたらみんなやったのは二次構造予測っていうものだったんですよ。二次構造予測っていうツールにかけるとアルファヘリックスかベータシートかコイル、チェーンの部分かっていう3パターンに分けてくれるっていうツールがありました。で、それも、もういろんなプレディクションメソッドっていうのが用意されていたけれども、ある時パッとニューラルネット法、ニューラルネットワークを使って予測しますよというツールが出てきて、それが他よりも性能が良かったんですね。で、それでニューラルネットを使った二次構造予測というのがわーっと流行ったんですけれども、だん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 いろんなツールが出てくると、この配列にはこのツールの方が強いんだけれど、別の配列にはこっちのツールの方がなんか都合がいいみたいに、ツールの特徴みたいなのが出てくるわけです。得意不得意があるわけですよ。そしてある日ですね、メタツールっていうのを作り始める人が出てきて、自分はその一つ一つの個々のツールを開発しないんだけれども、世に出ているたくさんのツールに検索を投げて、同じ配列を投げてあげて、結果を全部集めて、それらの、まあ言ってみれば多数決で予測しようみたいな。そういうことを作る人が出てきて、インタープロスキャンというのはそういうタイプのメタツールです。このインタープロスキャンという名前を検索してもらうと、これまた EBI のサイトが出てくると思うんですけれども、またこれも Google で検索してみます。インタープロスキャン。インタープロスキャンって入力してもらうと、エンブルのサイトが僕の場合だと一番トップに出てくるので、それをクリックして、そのサイトに行きます。で、ここではもうちょっと実習って言っても時間があまりないので、配列入れませんけれども、ここにアミノ酸の配列をペーストしてもらって、サーチってやったら、結果が出てきます。
でその結果というのは何かというと、このアドバンストオプションというところ開けてもらえば分かるんですけれども、たくさんこうあのデータベースの名前とかツールの名前が出てくるんですけれども、これらのデータベースへの検索を全部一括してかけてくれるんですよ。1個配列をポンと入れてあげると、その配列を複数のデータベースに対して検索をかけてくれて、でその検索結果を全部まとめて返してくれるというのがこの、ソフトウェアになります。ですから、まあ、結果としてはこのツールだったら、またこのデータベースだったら、そのアミノ酸配列のここにあのドメイン見つかったよとか、ここにこういう機能配列が見つかったよというのを並べて返してくれるので、まあ便利といえば便利で、あれちょちょちょすいません、まあこういうふうにして、まあ、アミノ酸の機能が分かるというわけです。で今皆さんが例に使っているのはグロビンの配列ですから、どこの検索ツールにかけても必ずグロビンって当ててくれるし、必ず答えが、まあ、正解が返ってくるんですけれども、ほとんどの配列、ほとんどって言っちゃいけないな、結構な多くの配列については機能が決まっていません。実はそのモデル生物といわれる大腸菌でも未だに遺伝子の3割ぐらいは機能未知のまんまなんですね。でその機能未知のまんまの配列をアミノ酸配列まで分かるから、それをこういうところに入れたらどうなるのかっていうと、いろんな予測が返ってくることは返ってくるんです。何々ライクみたいな形で、例えばグロビンライクとか、ABC トランスポーター何々みたいな名前出てくるんですけども、そういった結果をそのまますぐに鵜呑みにしないようにしましょう。なんでかというと、データベースっていうのは完璧ではなくてですね、その中に書かれているアノテーションっていうのが間違えている可能性もあるわけです。ですから機能を決めるっていうのはそんな簡単な作業ではなくてですね、どのデータベースが出しても、どのデータベースからも、つまり複数のエビデンスがあってその機能だって分かる場合は確かにそれだって言えるかもしれませんけれども、どこかのツールがポロッとその名前を出したからといってそれが正しい機能だとは思わないようにお願いします。で今の時代はですね、特にモデル生物の場合はモデル生物ごとの細かいデータベースっていうのが構築されています。でここにいくつかちょっと例を挙げたんですけども、症状場合だったらフライベースってありますし、イーストだったらサッカロマイセスのゲノムデータベース SGD っていうのが有名ですし、植物も植物ごとにいろんな代謝のデータベースとか作られています。で一番左に書いてあるこのヒューマンサイク、というのは実はちょっと僕は昔から知ってたんですけども、この前見たらコマーシャルになってしまっていて、金取るよっていう制度になってしまっていて、もはや無料で使えなくなってしまったので、これはちょっと忘れてもらっていいかもしれないです。だんだんデータベースも課金するところが増えてきて困ったなと思ってるんですけども、まあこういう個別のデータベースの方が、あのキュレーションは非常に丁寧にやられているので、ジェンバンクの中に配列のエントリーで書かれているデータと、それからこうしたデータベースとで書かれている配列のデータでアノテーションが違う場合ですね、違う場合どちらを信用するかって言ったら、これは僕の個人的な意見ですけれども、まあ、キュレーションがかなり丁寧にやられている、個別のデータベースの方を信用します。そしてもしも皆さんが今、まあ、人とかクジラとか当たり前の生物種でしたけれども、何かバクテリアをターゲットにしたいとか、その人に感染するこの特定の菌の情報を得たいとか、そういう学名も、あ、学名は分かんないって名前なんですね。名前和名は分かるけれども、そのデータベースの中でどう検索していいか分からないっていうような場合にはどうするかといったら、 DDBJ の中だったらこの TX サーチっていうタキソノミーのサーチの項目があるので、ここから入ってください。検索のアイコンをクリックしてもらって、その下の TX サーチっていうところを行ってもらいます。そうするとですね、系統樹の中から段階的にその系統樹をたどっていって、自分の目的の生物を探すことができます。でもちろんその E コライとか学名が分かっていればそれを一発入力して検索もできるので、そういうふうにしてあのデータのエントリー TX サーチの中であのスピーシーズのエントリーにまでたどり着けば、あとは三極構造の環境を利用して NCBI の対応する例えば大腸菌のサイトであるとか、例えば症状バイオのサイトっていうところにワンクリックで飛べるので、 DDBJ でまずは検索をしてもらって、そこからNCBI のサイトに行くっていうふうにすると、あのポータルとして使ってもらうと、生物の名前であるとかデータにたどり着くスピードが速くなるんではないかと考えています。でこれ何分まででしたっけ、
もうそろそろ終わりです。20分まで、じゃあもうほとんど終わりです。すいません、実習の時間がなんかほとんど取れなくて申し訳ないんですけれども、実習の2として考えていたのは、じゃあジャイアントパンダをぜひ探してくださいと。ジャイアントパンダを探すときには、まあ、パンダのスペルぐらい皆さんわかるでしょうから、パンダで探せばいいと分かりますよね。でどうすればいいかというと、DDBJ のまあサーチアナリシスのところに行ってもらって、生物種から探すのでこの TX サーチから行きましょうと。そして、パンダで検索すればいいわけです。上のところに、ここちょっと今字を大きくしているから検索ボタンが見えませんけど、パンダとか入れて、よいしょ、送信って入れてもらうとパンダを探してくれます。22レコードで、アイルルスフルゲンス、アイルロポーダメラノロイカ、あ、こいつがジャイアントパンダですね。ここにジャイアントパンダって書いてあるから、これがジャイアントパンダだと分かれば、あとはこのタックス ID をクリックしてもらうと。そうするとジャイアントパンダの情報にたどり着きます。で、これもうすでに NCBI のサイトなんですけども、 NCBI のサイトに行きますと、そのゲノムがあるのかないのか、ここにゲノムっていう欄がありますけども、ゲノムのデータ入っているねとか、遺伝子 の DNA の数とか、タンパクの数、このプロテインの数っていうのは、実はパンダのゲノムにあるプロテインの数ではなくて、データベースに登録されているプロテインの数なので注意してください。パンダが5万タンパク持ってるわけ、持ってるのかな、でも持ってるのかもしれません。ちょっと僕ちょっとちゃんと調べないと分かりませんけども、ここに出てくる統計の値っていうのはあくまでデータベースの中の件数なので、生物が持ってる値そのままじゃないっていうふうにはのは注意しておいた方がいいと思います。まあ、ただちょっとゲノムのデータとかクリックして見てみれば、そのパンダの素性は分かるので、ここでじゃあ例えば、ゲノム情報をクリックして見てもらうと、だいたいパンダについての情報が出てくると。そして、パンダのサマリーとしては、スタティスティックスのところでありますけども、だいたい2ギガと少しぐらいのサイズを持っていて、GC コンテントがどれぐらい で、そして重要なのは INSDC のこのアクセッション番号も書いてありますね。ですから、このアクセッション番号っていうのをクリックしてもらうと、またジェンバンクとか DDBJ のエントリーに飛んで、そのパンダの実際のゲノムの配列がわかるというわけです。で、そのジェンバンクのエントリー見てもらえば、パンダがいつシーケンスされて誰が登録したのかっていうのは全部ジェンバンクエントリーの中にありますから、そのパンダが、まあ、どこの機関がパンダを呼んだのかということもわかる。実際これ BGI、ここにも書いてありますね。ベイジンジェノミクスインスティテュートっていうところが呼んでいるわけです。で、質問にあったパンダのオスかメスかっていうのは、これ宿題として皆さん、このエントリー、この NCBI のサイトまで飛べたら、どこかに書いてあるので探してみてください。もうほとんどこれで終わりなんですけれども、よいしょ。DDBJ はですね、このようにデータベースのサービスも行ってますけれども、重要な仕事の一つとして、スパコン環境の提供というのも行っています。スパコン、例えば、いろんなデータ解析やりたいけれども、自分が持っているのはノート PC しかないよっていう人がほとんどだと思うんです。で、ゲノムを扱うには、でももう少しマシンパワーが必要。そういう場合に、ぜひ DDBJ のスパコンを使ってください。DDBJ のサイトで、このスパコンというところをクリックしてもらうと、国内の研究者であれば誰でも申請できる、その申請のリンクが出てきて、学生さんでも申請すること、指導教員の OK が出れば申請することができて、自由にスパコンの環境を使うことができます。で、年に何回かメンテナンスの日とかありますけれども、普通の皆さんが、まあ、ラボで使えるような PC よりははるかに強力な環境と、それからストレージですね。1人、まあ、10テラとか使えますし、申請すればもっと多くのストレージを使えますから、普通のゲノム解析だったら、この DDBJ のスパコン環境が一番使いやすいと思います。で、特に重要なのはそのバイオロジー系、そのバイオ系で使うほとんどのツール、ブラストであるとか、今のマルチプルアライメントのツールであるとか、あとは機能予測のツールとか、すべてプリインストールされた形で使えます。それからもしも皆さんが自前で新しいツールをインストールしたかったら、もちろんインストールすることもで
できます。そのように非常に整った環境の中で配列解析ができるようになってますし、特にまあ次世代シーケンスのものに関しては解析のパイプラインもうクリックしてあのアセンブルとかができるパイプラインまで用意していますので、ぜひこれを機にですね DDBJ のまあスパコンのユーザー登録というのをお願いします。でスパコンのユーザー登録をしてできる一つが先ほども言ったこのデータ解析チャレンジなんで、もしもまあ興味があればクロマチン構造の予測というところから始めてもらってもいいかもしれません。これ最後のスライドなんですけれども、DDBJ というのは DNA 配列のデータベースで、アメリカとそれからヨーロッパと三極構造を作っていますと。そして重要なのは、まあ、そのデータにサブミットするプロセスだとか、あとはまあ検索するところも結構日本語でウェブページを作ってあるので、日本人の人には非常に使いやすい環境を提供しています。そして、スパコンの環境も提供していますので、これを機にですね、ぜひスパコンのユーザーになっていただいて、自分でゲノム解析であるとか、他の、ビッグデータ解析というのを DDBJ スパコンで体験してもらいたいと思います。でスパコンの話は今日だいぶ端折りましたけれども、DDBJ の、 あの一般の講習会という形で、スパコンの利用講習会というものも開いてますし、あとウェブサイト上にはかなり丁寧にスパコンの使い方とか構成とか書いてあるので、ぜひあのご覧ください。以上で終わらせていただきます。はい。